皆さんこんにちは。ティンホイッスルでケルトの風を、今日もこの D 缶のホイッスルを使って可愛い、フォークソングを、イギリスの童謡フォークソングをご紹介します。題名はオレンジーズ&レモンという曲です。とっても題名が可愛いです。オレンジとレモンですね。で、どういう意味があるのかなと思ってで調べてみたので、一度吹いてからその話をしたいと思います。ではお聞きください。こんな感じの4分の3拍子、8小節の可愛らしい曲になっています。で、この曲どういったメロディーなのかなって調べてみるとすぐに出てきまして、どうもこれはロンドンの方の教会の鐘のベルの、音楽だそうです。いくつもの教会でこの、メロディーを聴くことができるそうです。で、あと歌詞もついてるんですけれども、結構、ダンスというか手遊びみたいな形で歌って、子どもたちがナーサリーとかで歌ったり、あとは替え歌遊びをされているみたいで、有名な替え歌がインターネットにも出てきていました。よろしかったらご覧ください。それでは一緒に吹いていきましょう。まずは1段目4小節吹いてみますね。こんな音になります。コツは3拍子を感じて吹くことです。ラファラファレミファソミラファレで、3拍子を意識するっていうのは、具体的にどういうことかで分からない方は、とにかく1拍目を強めに吹いてみると分かりやすいと思います。これは本当に初心者向けというか素朴な、ね、やり方なんですが、その次に慣れてきたら3拍目から1拍目を意識する。1、2、3、1、2、3から1で、1拍目が強拍、弱拍、弱拍、1拍目が強、弱、弱、こういうので、少し息の量を1拍目だけ増やすと、だんだんノリが掴んでくれるかなと思います。ではもう一度吹いてみますね。1、2、3。ラファラファレミファソミラファレ、こんなメロディーです。もう一度吹いてみます。1、2、3。もう一度一緒に吹いてみましょう。1、2、3。では2段目に行きます。2段目もよく似てるんですけども、微妙に違うのでちょっと混乱しやすいかなと思います。ドレミを先に覚えるといいかなと思います。では吹いてみますね。1、2、3。というものです。ラファラレエミファソミラレ、もう一度いきますね。1、2、3。ラファラレミファソミラレ、こんな指になります。では一緒に吹いてみましょう。1、2、3。ですか？もう一度いきましょう。1、2、3。はい、それ
それでは最初から最後まで通して吹いてみましょう。とってもチャーミングな可愛らしい、そして短い素朴な曲になっていますね。この4分の3拍子のゆったりした揺れも楽しんでみてください。ではこの歌も替え歌とか、あと1番だけじゃなくて結構歌詞がいろいろあるみたいなので、今から3回通して吹いていきたいと思います。最初はラファラファレミファソミラファレでしたね。ではいきます。1、2、3。3回繰り返して吹いてみました。いかがでしたでしょうか。こういった曲は手遊び歌とか、こういう童謡とか、子どもたちがこう繰り返し何回でもこう歌って楽しめるっていう曲は、笛で吹く時も1回だけではちょっと物足りないかなっていう印象がしますね。単純なだけにこう反復っていうのが、繰り返しっていう音楽の構成要素というか用語があるんですけども、反復リピートを楽しむ曲という感じもします。ロンドンのフォークソングをご紹介しました。また引き続きイギリスの曲やケルトの音楽、それからいろんな国の、フォークソングとか童謡とかもご紹介していけたらなと思います。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた。失礼します。